よし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 、ファン、こいつさんだよー。艦長の放出シリーズでございます。コルグ、パラメトリック EQ。意外と高く売れそうだよね。1日パぐらいとか。いきなり値段上げていってるけど。80年代の、結構やっぱいい、しっかり作ったからな。80年代だよね。90かな。80年です。ちょっとこの経緯を。経緯はですね。はい。何年か前にチューブスクリーマーの旅に出てたことがあって、あいつも食べてた。それでそのなんか自分の思い描いてるチューブスクリーマーの結局そのヴィンテージを買ってみても出なかった。あ、なんか根本的に違うんじゃないかと思って、でちょっとアプローチを変えてたどり着いたのがイコライザーで、その自分の頭の中にあるチューブスクリーマーの音を作り出すっていうところに。あいつ考古学者じゃないか。イコライザーで、まあ、ネットブースを知ってる人っていると思うんですけど、で結構そのギターアーキテクターの EQ ってグライコがほとんどじゃないですか。ああ、そうだね。グライコって少なくて、うん、でなぜかその80年代って日本のメーカーがどこも結構パライコ作ってるよね。もう今はない。流行りだったんですかね。流行りじゃない。グラフィックイコライザーとパラメトリックイコライザーどう違うんですか。だからもう可変できるんだよ、その間を。グライコはグラフィックイコライザーの色が決まってるんだけど、あ、なるほどね。その間を狙えたりとか、あ、なるほど。欲しいところをブーストさせたりとか、なんかも。そのどこの帯域をブーストさせるのかとか、そのブーストさせるその山の角度みたいなのとかを変えられるんで、個人的な印象としてはグライコが補正用っていう感じの印象を持ってて、パライコがもっとなんかキャラクターを、まあ、積極的に変えていくつけられるみたいな。なるほどね。結局さ、その音作りってイコライジングじゃん。そうだね。言うたら。うん、まあ、そういうのサポートにはすごい布袋さんが使ってるっていう話。多分そうです。バッドフィーリングじゃん。あ、これ強割りですね。なるほど。うわ、ソニーのやつね、これあるよね。いや、あるよね。あるよね。あれ、強割り458が4つもついてんじゃん、これ。それの DV っていうやつがあると思うんですけど、それがそのコルグのそのシリーズのオーバードライブが OVD1 ってやつがあるんですけど、それも 458DV が持ってて、それだけ探してる人結構いるんで、よ、だからこれだけでも1万円くらい価値あるんじゃないの。いや、なんで。どうですか、この2つってこと。はい、はい、これ探してる人がいる。ああ、でも昔の匂いする。ああ、これ日本の匂いね。さあ、行きましょうか。はい、こんなもんでいいですか。もう全然、まあ一回送ってかない。これはね、全部フラットですね。12時にやってます。行きます、ドン。原因上げて、ここでその上げる位置を決める。なるほど。周波数簡易するとなんかこうハンドルみたいな。幅が変わる。そうだから、波の、うん、角度。あ、でも感じ的にこのくらいで使うかな。マイケル・シェンカーみたいな。にしたりとか。ミッドブースター的に。だから弾きやすい音域上げると、前にパンって出てくる。歪みやん。まあそうだね、原因があるからね。なんかその TS 感っていうのはなんとなく分かる気がするんですけど、 TS
あれしょ、だから TS にもう一仕様加えてやるみたいな、うん、この前の TS 回のそのものによってそのかかる待機が結構なんか違うねみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、まあ、それがあればその2位のところを狙ってできるんじゃないかなっていう。なるほど、でいろんな TS を再現できるんじゃないかっていうかもですね。うん、まあまあでもそういうありだよね、そういう使い方。 EQ でしかないからね、それ自体はやっぱり歪みが上がるわけではないんで、うん、まあ、後段に歪みをまた別でつけ、つなげて、そいつで歪ませてちょっと一個目で押すんですね。なるほどね。まあでも原因上がるから、ほんとブースター的に使うのすごいありだよね。あ、でもカッコ、カッコカッコ言ってるから、カッコ言ってる、入れる、そういう感じあるかもね。これが、うん、分かる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 、カッコカッコまあ、あとはトーンがないファズの後とか、うん、まあ、一台やれば結構遊べますよ。なるほど、すごいいいサポーターではあるよね、うん、あとはオペアンプ抜いて4つも入ってるからねそうなんですよ、売ってるやつでも中身確認しないと引っ抜かれたりするんで。あ、そうなんだ、車役種だから、まあ、さっきのね、何が起きてるか分かんないっていう、開けてみて何が起きてるか分かんない、気づかなければ気づかないんじゃない、もうそれがデフォルトの音だと思っちゃうってことか。まあ開けなければ分かんないからね。これはまあちゃんと今開けましたんで、うん、これはもう中見てもらいましたんで、オリジナルですね。オリジナルです。はい、では館長こちら、はい、おいくらで？7800円と消費税。はい、だってオペアンプがさ、うん、4つよ、うん、あれ取るだけでも結構元取れる、元取れる、そうですね、余裕で、はい、7800円の消費税。うわー、だからもう探し求めてる人はもういいんじゃない。まあ、こういうニッチ系は突然売れますからね。あ、これはもうナイスフィーリングですよ多分、うん、ナイスフィーリング、バットじゃなくてねいや、博物館いろんなもんできますね、貴重なもんが。それで今回はコルグのパラメトリック EQ、 はい、布袋さんも使ってたと思う感じです。はい、かなりバットのフィーリングだったもんね。そうだね、バット、まあ、ワウのハンド目みたいな音も作れるし、ね、今少なくなってるらしいので、パラメトリックは新しいですね、うん、音の世界の旅に出ていただいて、では館長の放出品ということで、コルグのパラメトリック EQ、 7800円の消費税、はい、ということでお問い合わせお待ちしております。ファンコージでした。